コスタリカの鉄道、コスタリカの鉄道では、コスタリカにおける鉄道についてもべる。コスタリカの鉄道路線は、インコファー、インスティートートコストラセンスでフェロキャロルズ、コスタリカ鉄道公団に所有されており、基間1067ミ、mm、リメートルの狂気鉄道である。インコファーは、2006年の時点で、首都サンホセから、同じサンホセ州のサンペドロにある。 ラティーナ大学までの東方 4km 区間、及び同じく、サンホセ州のパバスまでの西方 6km 区間郊外通勤列車を運行し、サンホセから太平洋岸に面したカルデラ港までの西方 91km 区間で貨物列車を運行している。民間企業のアメリカントラベルは、週末にサンホセカルデラ間の観光客向け列車、ティコトレインツアーを企画運行している。 最初の鉄道は太平洋岸の港町プンタレナスに建設された馬車鉄道の 5km 区間であった。その後、1860年代に2度の鉄道建設が計画されたが、実現には至らなかった。トマス・グアルディアグティエレス将軍政権下の1871年にサンホセの北西 19km に位置するアラフエラからサンホセを経由し、 カリブ海岸のプエルトリモンまでを結ぶ鉄道建設契約が締結された。1873年をはじめ頃にアラフエラからサンホセまでの区間で布設工事が完了し、その後サンホセの東2 5トルに位置するカルタゴまで工事が続けられた。鉄道建設に必要な資材と機材は太平洋岸のプンタレナスからアラフエラまで枯れた19世紀から20世紀前半にかけ、 運搬、開拓に用いられた、コスタリカの伝統的なッシャで持ち込まれた。資金不足と困難な自然地形、特に、数章川周辺のために、カルタゴ以降の区間の完成は遅れ、1890年12月7日になって、プエルトリモンまでの全区間が開通した。太平洋側へ向かう鉄道の建設契約は1897年に締結された。 鉄道事業は、資金、自然、政治的な困難に再び直面することになる。1910年7月23日、太平洋側の鉄道が公式に開通し、最初の機関車マリア・チェチーリア、マリア・セシリアが、サンホセに向けて、乗客と貨物と共に、プンタレナスを出発した。ブリタニカ百科事典第11班のコスタリカの項目によると、 プンタレナスからプエルトリモンまでを結ぶ太平洋横断鉄道の建設は1871年に開始され、最終的にコスタリカ国内の肥沃な地域を結び、ニカラグアとパナマの鉄道に接続する鉄道網の中核として形成された。大西洋岸の鉄道はマティーナの小さな港からレベンタソーン川を渡り、二手に分かれて、 北部山脈を横断するまでの範囲をカバーしていた。一方の分岐はイラス火山の北側を介し、もう一方の分岐はオチョモゴ峠を越えていた。サンホセでこれらの分岐は合流し、アラフエラを経由して太平洋岸にあるティビベスの小さな港やプンタレナスへと続いていた。鉄道路線は部分的に国家とコスタリカレイルウェイカンパニー。 コスタリカ鉄道会社によって所有されており、1904年時点で、いくつもの支線が、大西洋沿岸にあるバナナ農園へ向かって建設されいた。1926年に路線を電化する決定が下され、1930年4月8日、サンホセからプンタレナスまでの区間を、最初の電車が運行された。鉄道網は1991年の地震によって、 損害を被り、1995年に運行が停止された。2000年以降、インコファーは、鉄道輸送の再建に向けて動き出している。2006年時点で、コスタリカには次の区間で、鉄道路線が運行されている。パナマとニカラグアとは接続していない。グアナカステ州のティララン群、ヌエバアレナルにあるホテル、ロス・エイロイス、ホテル・ラス・ヒロスで運行されている。 スイスのシェゾーから移民してきた農場主によって政府に無許可で建設された期間600ミリメートルの野外鉄道でコスタリカ人のホテル経営者が1999年にこれを購入し旅行客のアトラクションとして2000年に運行を開始した2004年時点で海抜差200メートル2つのトンネルを持つ3.5キロメートルの区間があった楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。